はい、2021年2月5日英語物語節分協力イベントガチャを引いていきますけど、お久しぶりでございますということで、一応今の時間がですね8時ちょっと前ぐらいですけどね、7時にガチャ引けた理由がありまして、それがでございますね、このタイミングで私ね金箱を一応開けようと思って、こっち金箱、向こう銀箱でございます。今回のゆるがり始めっていうの金箱なんですよ。だからここでできれば新しいゆるが出れば、ね、ネタ的にもいいのが提供できんかなと思ったんですけど、私の性格らしくて、ね、7時に、ね、合わせようと思ったんだけど、ね、これ時間間違えてね、8時に合わせとってね、まあ、ね、もうこれ24時間なんであれだもんね、まあ、チョコ使ってね、マネーパワーでねじ伏せやって言われますから、まあ、そこら辺はさっておきましょう。とりあえずこれを開けてからガチャを引いていきますということで、出ればいいんですけどね、で全然私精度分かってないんですよ、これ。出ればネタ的にいいのが提供できるかなと思うんですけど、さて、どうでしょう、3分の1なのかな、これって、当たりで言うと。何をあんたためらったの、いきましょう、ドン、出てください。そうか、ネタ的にあれだな、新しいユリが提供できるかなと思ったんですけど、これはまあ、飛ばしましょうね。はい、はい。一応、ニューですけど、他のところで見ておりますので、ということで、向こうでね、ということで、残念だったね。ちょっと待てよ。え？協力が、あれか。なんか次のイベントかなんかあって動画投稿できるときに、この、金箱を残しておきますわ、これは。で、こっちを取り扱けておきますわ。ということで、本題の、狙っとったんだけどな、ここで出んかなと思ってたんでね、向こうも金ありゃね、2つありゃなんとかいけるの、向こうも金なんで、銀なんで、まあそういうことはさておきまして、とりあえず節分高山先生でございまして、遅延なんかね、これもバリバリの。かな、想像するんですけど、まあとりあえず行きましょう。遅延だと思うんだけどな、行きましょう、ドン。1枚は出るだろう、多分。問題はこれ集めた完成度だか、あれだね、ゆるがり用だね、ゆるがり用だね、これ2体ぐらい、2体入れたらあれか。ありがとうございますということで、1体は出るだろう。これは、でもそうか、進化素材とかか。君はまああれだね、水、あれか、変化ぐらいか。出ましたね、下の方になんか2通るね、これ。まあ、対戦的に私これ使えんかなと思ったんですけど。おこれ問題いくつなんだろう。5の5かな。7ではないよね。前回結構重かったから、7の7だから。最後のもね。マジ、そうか。あ、でも素材、あ、そうか。でもこれあれだもんね。今って何？ゆるがりあるから、1体終わったからって2体目捨てたりとか売ったりできんもん。ゆるぽにできんもんね。そうだね、これでもそうだもんね、ひょっとしたらっていう可能性あるもんな、なんか言い出したらきりないもんね。めっちゃゆるのこのカードじゃないけど圧迫してきまして、それで問題のストーリーでございまして、いきましょうということで、ドン。 何の日でしょう、なんでこいつニコニコしとんだ、嬉しいんかそんなに今日。今日5日じゃないの、5日じゃないの、2日って言ってるよ。なんだマルコの部屋って、あれ徹子の部屋とかそういうことなの、これってマルコってあれだよ、ジンマルコじゃないよねこれ。いやそうなの、本当なのこれって、2月に行ってそうなの。なんでデス、なんで、あ、そんなあれなの、皮肉っとるってことはこれもらえんから、そういう意味で言ったのこれ。あ、怒っとる。デスアニバーサリーと思ったらなんか本当にあるのこれって。もらえが近くに一人おるが、あれはあれや、ポン菓子にもらえがなんか変なやつが来たな。高山先生って言わない、これあれなんかな、なんか確実なあれなんかな、高山じゃちょっとなんか呼び捨てみたいだもんね。なんか変なやつが来たな、これ喋るんだなこいつ、人間なんかこれ。なんで照れとんの。福豆で、なんであそこにあいつらがおるの。木彫りって言っとるが、まあ確かにそうだけど、こいつら本当あれだね、口
悪いよね。そうか、木彫りか。バカにされてるな。あ、知られてる。そう、節分って2月3日じゃないの。え、なんで？え、なんで、なんで？いや、あんなにあっさり流すの。いや、なんでか私知らんな。ポン菓子って僕もって言うんだね。僕もって言うんだね、こんな顔しやがって。今私も口悪いこと言っちゃったけど。そうだね。おこしんってあれだもんね、なんか物知り、物知りじゃない、物知り豆知識ウィキペディアみたいなあれだもんね。一緒に言われる、いや、こいつも口悪いな。二人があれだからって言われたんだろう。なんかアンポッタンとかそういうこと言いたいんだろう、多分抜け取るとか。そうだね。こいつら本当あれだな。なんでポッポなのこれ。カッカ。今で豆まきやらんもんね。私豆まきやっとったんですよね、結構ね。木彫りがあれな、木彫りって自分で言っとるか。そうか、痛くないんか。これうまいね。 お兄ちゃんの割にはちゃんとに漢字で鬼って書くの。これ考えとったんかな、多分このストーリー出すとおり、このネタかな、かなかな。そうそう、お兄ちゃんで、あ、漢字はあれなんか、ごじってるぞっていうか、わざとでしょこれ。だよね、だよね、狙ってたんだよね。ほのぼのしとるけど、この問題は木彫りはどんな性能なの。ちょっと木彫りの性能ミント。ということで、お楽しみの性能。あ、図鑑でいかなあかんか。図鑑でいって、ちょっと待ってくださいよ。協力協力協力、新しいとこでしょ。これもうカードほっとりで、カードって言った方がいいか、バックしてきとるもんで、倉庫に一切入れてないもんで、わからなくなるもんで。今代の木彫りはドン。リーダースキルが風 900%、 ゆるスキルが、そうだね、だよね、そう思ったよね。何らかのあれだと思ったらね、4ターンで2カウント、2ターンあれか、風のみか。ほん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 、難しいや難しいで。コスト的27か。これ問題の性能どんなんなんだろう。2色あるのがあれか。あ、でもそうか、どっちでも使えるか。風のみか。水の時使うってこと、これ。水の時使う、風の時使う。ちょっととりあえず性能だけ見ましょうということで、問題のマックス性能、イベントでいいよね、イベントでいいよね。これあれだな、あ、で、おたおた木彫り強くないね、これ。嘘、これマックスいってない、12300かで、コスト27で遅延18とかじゃきつい、20いくつとか。4ターンの2はでかいよな。だけどちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ。スキルターンでいけばいいか。あれ、高山先生で5じゃなかった、あれ違った、遅延だけで見やんか。あれ、この辺りもなかったか。おったよね、おったよね。5だもんね、5の2だもんね。4の2でいうとどれがおるんだ。こんな辺り、こんな辺りいくと、4の2でいうと、おたべが、おたべ4の2、7だね。水で使うならおたべの方がいいね。ねえ、おたべでいいよね。水であえて使うなら。ここら辺割れだもんな、ちょっとコスト多すぎるもんな。あれだもん、木彫り27だもんね。これだとあれか。水だ、そうだもんな。風で風だからってことか。で、わらしちゃんが、これ火だもんね。コスト8は悪くないけど。ほんで、貞子先生が4の1か。ここと差別化が上がってくってこと。木彫りがあれか。2カウントだでか。貞子先生が1だでか。でもコストめっちゃ違うな。低コストしかあれだもんな。そこら辺抜けていくと、もうあとあれだもんね。風を止めたいっていう狙いか、これ、そうすると。これじゃあれだもんな。4の1か。4の2はまあでも、確かにあれか。そうだね。同属性いけるから。そうだな。遅延ってあんまあれだもんね。その、捨てじゃないもんね。
シーサマとかだけだもんね、あんな何遅延っていう立場として、あんま遅延ってあれですか、あの総捨て的に強いわけじゃないですか。これでもそうだもんな、2カウントだけど自分の属性じゃないもんね、火だもんね。そういうとこで言うとコストは重いよね。これはまあ一般的に使うとこじゃないですか。これ水が入っとるだろうね。ただその分あれか、マイナスの火が入ってるけどコスト47重いけど、結構あれだよね、ビールよね、水の時で結構やられるね、これね。そう考えるとあれか、使っていける、これ風の時にやってくれってこと。ってことは何、これ、あの玉コンボ全滅させられるってこと、それ狙いか。風だとそうだもんね。最後あとあれか、ゆるがりのあれもおるもんで、ね、ああそうか、私の苦手な遅延だな、使い慣れんとこだな。性能的にはあれだね、完全に止めるかどうかってことね。2頭絡むと全体的に遅延なんだね。ということで例によってまたね、向こうの方、あ、せっかくデッキ出た誰か、これね、あのいっぱい問題解きたい時、特に今回あのあれ出ましたか、イリオム問題。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。もう雑談ついで、あんたいい人いつもあれだもんな、雑談だけどもな。これイリオムありますが、出ましたか、これを一気にここリリースしましたか、3000問ぐらい。これ一気に解きたかったので、あのデッキにすると、いや変なデッキにしようと思いますことない、変なデッキなんですよ。体力だけ多くて火力がないといいんですよ。いやそうすると倒せんすが、でスキルも使わんなんですよ。でひたすら問題解いてるんですよ。そうするとね、どこだったかな、どこだったかな、ここら辺群馬のね、ここ富岡、こんな辺り周回してください。これ一回なりボス倒すか、ボス別に倒さんでもいいですよ、最後倒さんでもいいんですけど、そこまでやるのにね、150問ぐらい解けるかな。早いですよ、早い。10分20分タイムでバーって解いていける、どんな問題でもいける。今だとね、こんな風にしようんですかね、単語に文法に、それから英会話にイディオム、それからあれか、トーイック文法か。で、新しい、何、新規問題が出たらそこばっか集中するようにしようとかですね。だから、イディオム出た時は全部こればっかりにしようとか、全部ここら辺を消して、消しちゃうとちょっとあれだけど、消してって、イディオムだけにして、ずーっとひたすら全問出るまでやってたんですよ。まあ、ただそんだけです。どんだけ、そうそう。はっきり言って、問題得意があれですよ。あの、メリットないですよ、あれは。全然何、ゴールドって言えんか、これ、ゴールドって言った方がいいか、とか、経験値とか稼げるわけじゃない。ただひたすらもう無機質に問題解きたい人、私みたいな人に向いてるんですよ。ほっとりやっていける。うん。ちょっと一回だけやっていく。一問だけやってみるか。あれ売却中なんか、ちょっと待って、めんどくせえな。そのまま行くんや、そのまま数式ですよ。例えば、こうやってくれますか。Very easy to notice. Flat, hollow, mark, remote. Mark. こうやってやっていきますわ。こうずーっとこんな感じで、例えば、こうやっていきますわ。To go down slowly to a lower level. Float, sail, sink. これずーっと無機質に、ずーっと無機質に、これやってくれるんですよ。20分ぐらいでほっといける。100問単位でバンバンいける、うん、あ1時間ぐらいとかでね。だからあれに、あのイデオム3000問とかでもね、マッハではないけど、すごいペースでいきますよ。でこれさらにね、あの脱線ついで、あの2つ同時にやるんですよ。めっちゃ負荷かかるよ。片っぽで何文法問題出て、片っぽで新しい全く何新規のイデオム問題とかで、ま、当然間違えるでもありますよ。そうだ、間違いますよ。だからめっちゃ何負荷がかかって、私的に好きなんですよ。あのほっとりうわーって考える、うわこっちで、こっち苦手なスピル出た、うわこっち新しい、なんだこのイデオムなんていうの、うーんって、いや本当に、ただそんだけでございます。ということで、例によってね、アカウントを変えて、向こうの方でガチャを引いていきますということで、はい、ということでチェンジ、はい、ということで例によって変えてきまして、こちらの方が金がね出なかったということで、とりあえず銀箱ということで、精度が見たいですけどね、最終段階の、まあ、とりあえず引いていきますということで、ここであれだね、3経済は出んよね。もういいわ、もう溢れてくるぞ、本当に。ということで、まあ、本題に行きましょう。ということで、こちらもガチャを引いていきますので。高山先生、でもやっぱあれかな、集めなかった。ただ、あれだね、7の7じゃないから、あ、ステイじゃない。まだやってないですよ。当たり前ですが、そんなもん見ちゃうと面白くないですもん。ということで、ガチャを引きましょうということで。まあ、シュークエもやりますしね。うん。行きましょう、ドン。どうだろう。2体ぐらいあれかな。今回、でもあれだな、協力、あの、どうした幸先ありがとうございます。でもやっぱあれだろうな、集めんと輝くだろうね。風止めるで、私もちょっとあれだね、遅延デビューしていかなあかんね。あんたが遅延させられてるもんな、あんたの方が遅延しとるもんな。そういうことはさておきまして、ね、おいい感じじゃないですか、いい感じですね。できればあれだね、
前回の時とかああいう何7形態ぐらいまで、お、ありがとうございます。集めるね枚数が重い時にたまるとよかったですね。ということでこちらは見たんでありがとうございました。このまま飛ばします。あの木彫りでしょう、木彫りだよ木彫り。ということで木彫りあれだね、育ててからかって。これで今週はとりあえず協力で一応ゆるがりを挟んできまして、大戦バレだよね、これ新北陸で撮ったので、ね、こっちじゃないで、ね、あのお知らせこっちの方じゃないで、ね、あれだね、向こうの方だね、そうそうそう、これだね、これだね、ここでボード語り流星で撮ったので、ね、押さないですよ、クローム開けないですよ、開けないですよ、開けて変なもんになってる、またなんかめんどくさいからね、そう出てないけど、確か大戦あれだったよな、10、え今日が5日で、12日、え来週からだったか、来週からだったか、確か来週からだったような覚えあるんだけど、違ったかな、来週からのはずだよ。でないとあれだもんね、新しい新規大陸じゃないけど新帝国、新帝国あれか、新大陸か、新大陸新しいとこやっていくとあれだもんね、1週間じゃ前半後半やると間に合わんもんね、協力もあるもんね。なんでお前あれだ、上の背中心配しとんの、お前が変か営業者みたいな、まあ、そういうことはさせておきます。ということでとりあえず2体引いてきまして、あれゆるがりのあれになった、ちょっと待ってください、水になったな、水デッキになったな、ちょっと待ってくださいよ。5の5だったらまあなんとかあれだろうな、まだ全くでやってないで分かんないですけど、おそらくあれか3番目のところで周回して、これで2体おるから5の1になって、あと4体か、1日1体ペースぐらいでもな、 1体じゃあれか、1、2体ぐらいか、土日挟むんだ、あれちょっと待ってください、日にちいつだった、あこっちもねこういうことやっとるんですよ、ひたすら問題デッキ、本当に、うん、素晴らしいですよ。ただね150問とか200問ぐらいやるとね、間違えた問題がね10問とか20問とか出たらね、それをなりまたね自分の問題帳に入れるのがね、それの時間がかかる。ということでこれいつバレだ、ちょっと待ってくださいよ、日付、ちょっと待って、お前ちゃんとあれだぞ、英語物語マスターじゃねえ、目指そうとしとんだろ、本当に知ってるんかお前、あの日付ちゃんと覚えとくよ、火曜日はそうだな、だったらあれか、来、あいかんな、来週あれか、月曜日これ宿営狙いじゃないけどガチャ引くとあれだもんね、協力もあるもんね。でも協力あれだもんな、あのあれ新大陸だとやっぱあれだよ、とりあえず全ギル出すとこまで行きたいよね、できれば ZR 凸ぐらいまでか、あれかアコムかどっかで借りてくるか、ビットコインかあれかイサリアムかなんかか、まあそういう話はさっきも来まして、ということで本日は協力イベント節分でございます。2月、今年より2日なんだね、なんでだろう、後でググってみますわ、うん、まあれかな、ちょっと豆でも投げとくかな、あの木彫りに、うちも木彫り置いとかなあかんね。ということでなんとか両方あれか2体ずつ出て、まあこれで周回して一応集めていきます私、うん、多分難しいけどね、使い方がね、制度的に言うと、これかこれか、ちょっと待ってくださいよ、こんな感じで、そうだね、難しいよね、完全知恵要因だよね、27も重いしで、ね、ただ結構辛いね、これ相手にやられるとね、風の低コスト辛いよね。アスコライドどうだ、リスとか玉コンボそのあたりあれだよね、それからコックスでもめんどくさいよね、早い展開で蘇生させようとした時とか止まるよね、低コストじゃそんな色変えたりじゃないもんで、ね、止まるよね。でこれさらに言うとうまくいくとあれなり、エヴァンジェとか止まる、止めれるタイミング次第でね、めんどくさいねこれで、ね、結構ね、え結構多分増えると思う、ただ私が使いこなせるかどうかは別としてね、とまあそんな感じで本日は節分協力イベントでございます。協力ガチャ一応2回行きまして、問題はね、あの最初の金箱でできればね、で今回のゆるがりも出ればと思ったんですけど、まあ、ということで私これ周回して集めていきますということで、節分でございますよ、節分でございますよ、豆は年の数だけ食べましょうか、18食べて終わりましょうかということで、はい、ということでそんな感じで終わり。